なんと今年で75歳だという木の実奈なさん。その端正な顔立ちからハーフだと思っていた方もおられると思いますが、喫水の日本人。幼い頃はそれが原因でいじめられた経験もあるようです。生まれは東京都墨田区向島の鳩の町と呼ばれた歓楽街でした。小さい頃から 近所のお姉さんの部屋から流れるジャズを聴き、大人たちの宴会に呼ばれては、歌を歌ったり踊ったりする小さい人気者でした。お父様はトランペット奏者、お母様は小ダンサーという音楽に囲まれた環境でしたが、木の実さんが生まれた時、お父様は19歳、お母様が20歳という若さだったこともあり、祖父母、両親、七さん、 妹の6人で6畳一間に暮らす貧しい生活でした。やがてジャズ全盛期時代が終わりを迎えると、お父さんはトランペット奏者の職を失い、アルコール依存症になってしまいました。そんなことで、ナナさんがデビューをした後、一家の大黒柱として家族を養っていたそうです。木の実ナナさんのデビューですが、 渡辺プロダクションの第1回オーディションに参加したことがきっかけでした。中学3年生の時に歌手を目指していた友達の付き添いでこのオーディションに行ったのですが、肝心の友達が緊張で歌えなくなってしまい、奈々さんが代わりに歌ったら合格しちゃったようです。きっと当時から光るものがあったのでしょうね。彼女も ちょうど中学3年生のタイミングで進路に迷っていたとき、ちょうど仕事が見つかったと思ったそうで、そのまま芸能界デビューすることとなりました。木の実7という芸名は印象に残り、若い方でも名前は知っているといった人もいるのではないでしょうか。彼女の本名は池田真理子デビュー曲を作詞作曲した菊村の彦さんが、 歌だけではなく、踊りや芝居もできるようになってほしい。マルチに活躍できる人に、との思いで、漢字、ひらがな、カタカナ、全部が入った木の実ナナとつけてくれたそうです。ナナさんは、最初、変な名前だなぁと思ったそうですが、今ではとても気に入っているそうです。そんな木の実ナナさん、1962年、 東京期間簿娘で歌手デビューをしました。それとほぼ同時に決まった歌番組の司会によって一気に人気者に。その後、この番組が終了すると、だんだん仕事が減っていき、この頃からいつかショーをやりたいと思い始めていたナナさんは、1970年22歳の時に本場のショーを学ぶためアメリカに渡りました。 アメリカでは自分で舞台の構成をしたり、歌や踊りなど舞台修行を通し様々な経験を積み、帰国後1973年には劇団四季のミュージカルアプローズに出演。翌年には主演として出演した舞台ショーガールが大ヒットすると、この舞台での演技が評価され、ゴールデン・アロー賞演劇新人賞。 芸術戦奨文部大臣新人賞など数々の賞も受賞され舞台女優としての地位を確立しました。1978年頃にはバラエティ番組見頃、食べ頃、笑い頃にも出演されコントを披露するなど新境地も開拓されています。この番組はあのキャンディーズが出演されていてキャンディーズ解散後 加山ま三さんが出演し、加山さんが降板後、ななさんが出演するという流れだったそうです。他にも、伊藤史郎さん、小松正夫さん、西田敏之さん、武田哲也さんなど、今では考えられない豪華メンバーが出ていたそうですよ。並行して歌手としても活動されていました。この頃出されたのが、あの1982年の、 五木博ひろしさんとのデュエット曲、居酒屋です。この曲は20万枚の大ヒットを記録し、今でもデュエット曲の定番として定着していますね。また、ななさんは数々の映画やテレビドラマにも出演されています。特に印象深いのは、危ないデカや、今浴露天風呂連続殺人シリーズでしょうか。ご自身も、 このシリーズではたくさん思い出があると言っていらっしゃいました。ここまで順風満帆な人生を送られていたナナさんですが、40代の頃には深刻な高年期障害に苦しまれていたようです。体調が思わしくなく、いつもイライラしている状態が続いていて、すべてが嫌になってしまい、一時期は死にたいと思うまで追い詰められたようですが、 心療内科の先生や周りの方に助けられ、何とか回復されたそうです。70代に入られてからも精力的に舞台などに出演されていた奈々さんですが、2015年に出演した舞台で訪れていた沖縄で、公演終了後、宿泊先のホテルでつまずき、転倒してしまい、左大腿骨を骨折し、手術を受け、成功したのですが、 歩けるようになるまで1ヶ月程度かかり、その間は車椅子生活を余儀なくされました。しかし、木の実さんは舞台は交番せず、舞台内容を車椅子で出演できるよう変更し、出演し続けたそうです。さて、奈々さんは現在も独身でいらっしゃいますが、結婚しなかった理由はお父様にあったようです。かつて、 結婚を考えた人がいたそうですが、お前が結婚したら誰が家族を養っていくんだ、とお父さんに言われてしまい、反対されたことにより、結婚は諦めたのだとか。そんなお父様も1988年に他界しており、それ以降は長い間、お母様と二人で暮らしていたそうで、お母様について、母は私を身ごもって、 ダンサーを辞め育ててくれたと感謝を感じ、2008年に亡くなるまでずっと二人で暮らし面倒を見ていたそうです。これだけ活躍されていた奈々さん、意外にもスキャンダルとは無縁だったそうですが、実は梅沢富夫さんと相思相愛だったことを後にお互いが語っておられます。梅沢さんによると、 テレビドラマで共演された木の実さんに一目ぼれしたのですが、実はこの時、梅沢さんはすでに結婚されており、そのことを伏せて芸能活動をしていたことから騒動になっていたので、この恋心を諦めようとしていたようですが、諦めきれず、木の実さんと雑誌で対談した際に、最大者である自分と付き合えるかと聞いたところ、木の実なさんは、 富夫さんの不倫の第一号になっても構わないわ、と答えたそうで、さらに梅沢さんは心を奪われてしまったそう。この時は結局、お二人は結ばれるようなことはなかったようですが、30年経って木の実さんにあの時の気持ちを確認すると、恋心を抱いていた、と明かされたそうです。本当に相思相愛でありながら、 実際に結ばれなかったのが、さらに美しい話になっていて、いいですね。ナノさんは、前日したように、結婚されておらず、子供もいませんが、12歳も年が離れていることもあり、芸能活動をされていた妹の、木の実ま子さんを、とても可愛がっておられたようです。姉というよりは、母親のような気持ちで、 成長を見守っていたと語られていました。妹さんは一般男性との結婚を機に芸能生活からは距離を置いておられます。若い頃から変わらないお姿で現在も舞台などで活躍をされている木の実奈なさん。素敵なお姿を今後も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。